FMI 広島開幕です。先着の200人は香取さんと交流することができました。ファンのリクエストに応じて即興で絵を描くパフォーマンスも披露。カープ坊やを描きましたが怒られちゃう。会場にはおよそ200点の作品が光と闇のエリアに分けて展示されています。すごく繊細でありながら自由で大胆で、その両方が一つの絵の中にこうギュッて詰まっているところがすごく魅力だと思います。また夕方の瀬戸内海に浮かぶ厳島神社の大鳥居をイメージした新作もあり、注目を集めていました。香取さんの個展は来月21日まで開催されています。